韓国代表解任のプリンスマン監督、任期中解任矢印違約金でボロ儲けする常習犯だった模様。サッカーの男子韓国代表を率いたユルゲン・クリンスマン監督が16日、正式に解任された。韓国サッカー協会が同日にソウルで開いた会議で決定し、チョン・モング会長が発表した。アジア大会の準決勝で敗退し、選手間の内紛まで発覚してからの異常な結末に、韓国メディアからは怒りの声が上がっている。また、クリンスマン監督の任期は2026年の北中米ワールドカップまで保証されていたため、100億ウォン約11億2400万円前後の違約金が発生する可能性もあると報じられている。韓国メディアニュースウィキは8年前に米国でも82億ウォンの違約金常習犯との見出しで、2016年の11月に米国代表監督を解任された際も、620万ドル約9億3000万円という高額の違約金を受け取った事実を紹介した。みんなの反応がこちら。とんでもない詐欺師で草。アメリカからも9億違約金踏んだくってたの草。最近のクリンスマンの行動おかしいと思ったけど言ってみれば慣れたもんだったってことね。気に入らなかったら適当に仕事して金たんまりもらうとか、いい仕事だな。これは韓国国民も激怒だわ。森保には呆れるって感情は湧くけど恨みつらみみたいなのではないな。クリンスマンがこれだけ早く解任されたのは相当怒りを買ってたからなんだろうね。まあそれも狙い通りってか。仕事できなくてクビになるのに金もらえる世界などすぎる。俺も楽して金稼ぎたいよ。たった1年で高額な年俸に加えて違約金8億とか、ある意味天才。韓国見てると日本がマシに思えてきてしまう。正直韓国には少し同情する。やる気のない有能とやる気のある無能、どっちがいいかって言われると、韓国次は新鮮頑張れ。ホットな話題から現地の声まで、他とは違った視点で情報発信中です。ぜひチェックしてね。